モンガラカワハギカは、フグモクに所属する魚類の分類群の一つ。少なくとも11属を含み、モンガラカワハギタスキモンガラなど、産後礁に生息する、熱帯魚を中心に約40種が記載される。モンガラカワハギカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の温暖な海に広く分布する。ほとんどの種類は、 沿岸の浅い海で生活し、珊瑚礁域では特に一般的なグループである。鮮やかな色彩を持つ仲間が多く、観賞魚として水族館で飼育されるほか、一部の種類は食用にもなる。通常は第二背びれと尻びれを波打たせるようにしてゆっくりと遊泳するが、捕食、回避行動時にはビブを使って素早く突進する。一般に中高生で、 硬い殻を持つ貝類や極秘動物などを含めた様々な無脊椎動物を捕食する。本家魚類の葉の形状は獲物をかじり取るよりも噛み砕くことに適応しているものの、ナメモンガラ属など藻類や動物プランクトンを主に食べるグループも存在する。モンガラ科はハギ科の魚類の多くは卵を保護する習性を持つ。砂地の海底にすり鉢状の巣を作り、 一回の繁殖でおよそ十万個の鎮静卵を産む。一日ほどで孵化するまでの間、新魚は巣を外敵から守るとともに卵に新鮮な海水を送り込むなどの世話をする。この時期の新魚は非常に攻撃的で近づいた人間も襲われて怪我をすることがある。同じモンガラカワハギ上下に属するカワハギ下も本家とよく似た。 繁殖行動をとることが知られている。モンガラカワハギの仲間と比べ、カワハギ類は産卵数が少なく、孵化までの時間も長いなど、鎮静卵を産む魚類としての特化、多様化が進んでいる。モンガラカワハギ科における産卵数の多さと孵化の速さという特徴は、より原始的なグループであるギマ科から派生したものと見られ、形態学的な系統関係が、 繁殖様式の進化をも反映しているものと考えられている。モンガラカワハギ科の仲間は左右に平たく一しく側平たし、一般に体高は高く卵型となる。モンガラカワハギ上下に共通する特徴として上顎を突き出すことはできないが左右の眼球を別々に回転させることができる。両側の前上顎骨にはそれぞれ外側に4枚。 内側に3枚の葉を備え、禁煙のカワハギカよりも多い。背びれのトゲ状は3本で2本しか持たないカワハギカとの明瞭な間物点となる。背びれの第一トゲ状を立てた状態で固定することができ、第二トゲ状の固定、解除と機械的に連動している。このメカニズムが銃の引き金の構造と類似していることが本家魚類の英名。 トリガーフィッシュの由来となっている。腹気を支える左右の腰骨は融合し、一本の棒のようになっている。腰骨の後端は11枚の特殊な鱗に覆われる。すべての軟条は分子し、尾ひれのしびれ状は12本。鱗は板状で非常に硬い。椎骨は18個。モンガラカワハギカには、ネルソンの体型において11属、およそ40種が認められている。 かつては、カワハギ類と並んで赤として扱われていたが、現在では、それぞれが独立のトガとして、本校では、フィッシュブイスに記載される二族属十二種について、リストする。イソモンガラ、サダベリスッツフスカス。幼魚は、鮮やかな黄色の体色を持つソロイモンガラマリックシーズ、ニジェール。背びれと尻びれの規定にある白いラインが、特徴、ナメモンガラ属の一種。本属には、 動物プランクトンを主食にする種類が多い、ムラサメモンガラライニキャンサスアキアリアタス。美しい色彩で知られる種類で、本州の太平洋岸で普通に観察される、ゴマモンガラバラステイツビリデソンズ。全長60センチメートルと本家の中では、大型の種類で、卵を守る親は非常に攻撃性が高い。ありがとうございます。